始まるぞ。どうも、カイゼ、リンです。本日はですね、鬼滅の刃の800円ガチャを、一回やってみたのでレビューします。車で、ちょっと行ったところにある、イオン、にありました。500円玉1枚と100円玉3枚でやるみたいですね。800円。最近うつ主はカードコネクトっていうのに、ハマってて、800円あればホロカード2枚と、ノーマルカード2枚作れます。800円は大金です。ねずこか、ヨシイツが欲しい。両替し、800円準備完了。覚悟を決めて回します。果たして結果は？というわけで、出たのは、ハイジロー君でした。残念。まあ、しょうがないですよね。ヨシイツ君が欲しかったんですけどね。ちょっと開けてみますね。サイズ的には、昔あったネンドロイドプチのサイズにちょっと似てるかなと思います。800円か。800円なんすよね。まあ今の時代だと適正価格なのかなって思いますけど、じゃあ組み立てていきます。はい、組み立ててみるとこんな感じですね。なんか、剣の位置が、ちょっと、顔にちょっと、迫ってますよね。危なくないのかな、こんな構えしてと思うんですけど。はい。まあ僕、鬼滅の刃あんま知らないんで。まあいいっす。なるほど、なるほど。この柄のなんかマスク結構売ってますよね。なるほどね。はいはい。はいはいはい。なるほど、なるほど。ぶっちゃけ、ヨシイツくんか、このネズコって子が欲しかったんですけどね。まあ、まあ、すいません。ちょっと800円はきついんで、2回目やることはないと思います。はい。じゃあ、今日こんな感じで。はい。ありがとうございました。カードショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや、雑貨をレビューするチャンネルを作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。